はい、どうも、こんにちは。今回はまた逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、裁判が一旦中断して、中断した理由としてさ、事件当日に、事件当日というか、撮影の時は、子供がいつも来ていたとか、あとは事件が起こった日に、プロデューサーとか監督もいたよねっていう話になって、じゃあそっちも調べようかっつって、一回中断になったわけよ。で、中断になったから、なるほど、一行も、新しく調べようかなっつって、またスタジオに来て、前回は監督に会ったのかな？で、今回からこの、明らかに子供 明らかにトーサマンが好きな子供とね、話していこうかなと思うわ。やっていこう。あ、ちょっと待てよ。あ、やばい、ちょっと待って、声が、やべえ。やれやれ、排水溝から入ってきたらしいな。ねえねえ、僕、お名前は何ですか？子供じゃねえんだ、舐めた口叩くんじゃねな、何よ。あんたまだ子供じゃない。大人に向かってその口の利き方は。え。何が大人だよ、狂ったファッションセンスしやがって。狂った。なるほど君、いじめられた。こいつ、尖ってやがる。ナイフみたいに。俺は九太だ。大滝九太。お前の声わかんねえ。かわいい。何それ。何その動き。今度僕なんて言ったら切り捨ててやるからな。お話しそうぜ、お前。君、父様が好きなのかい？気安く父様の名前を口にするな。何言ってるのよ。父様は私の味方だよ。ババカ言ってんじゃねえよ。じゃあじゃあ、第8話に出てきた、茶屋の主人の最後のセリフは。知ってら、ポテトもいかがですか？やるわね。お前仲良く お前ら仲良くなるぞ、多分。何やってんだよ。でもこういうの楽しいよね。でもね、そのお互いこう知ってるさ。お互いこう知ってる知識同士でさ、掛け合いするの面白いよな。なあ、君、ここで事件があったの知ってるかい？その日もいたんでしょ、ここに。何か気づいたこととか。殿様、あ、違う違う。父様は誰にも絶対負けないんだ。俺、全部見てたんだ。でもな、お前らなんかに教えてやるもんか。あ、待って。話せや。帰っちゃった。行っちゃった。あれ、逃げるときにぶつかったテーブルから何か転がり落ちたよ。瓶か、怪しいな。怪しい瓶が落ちたな、よりにもよって。なんでこんなものがテーブルに。睡眠薬。空っぽの睡眠薬なんか絶対あれじゃん。睡眠薬を入れられて、なんだっけ。こいつこいつ。睡眠薬入れられたから、煮干しが眠くなったんじゃないの。ところで何か言ってたよな。全部見てたんだって。ちょっと久々でちょっとあれだわ。慣れで、久々でもないんだけど、ちょっと慣れでは声が。ここあれかな？もう鍵取りに行っていいパターンかな？れ、おばちゃんがいないよ。不用心だな。行こ。ああ。あれ、おばちゃんの声。ちょ、これやべえ。わかん。またんかこらー。ははー、どうやら子供を追いかけてるらしいな。ぎゅ。あ。あ、転んだ。まゆちゃんとても嬉しそうだ。行きましょう。おばちゃん、甘いね。ねえねえ、なるほど君。今のうちにちょっと調べてみようよ。あ、これね、爪どころじゃなかったわ。爪所。爪所、確か。もう調べたわ、ようやく。ようやくスマートフォンを手に取り調べたわ。そうだね。あ、これだよ、なるほど君。コテージの鍵って書いてある。
あの第二スタジオにあったコテージの。もちろん借りるよね、なるほどく。ちょっとお前の声なれんわ。やべ。行こうぜ、じゃあ早速。ああ、オッケーオッケーオッケー。ちょっとおばあちゃんの声が不安定だったことを今気にしてたから、地味に。時すでにの可能性あるよな、時すでにの。大丈夫か？さっき、詰め所から借りてきた鍵、使えるかな？開いた。まあ、詰め所だな、確かに言われてみれば。詰めどころとか言ってたけど。よし、行くよ、なるほどくん。お、やる気満々だな。さあ、お先にどうぞ、なるほどくん。腰は引けてるみたいだ。行きましょう、じゃあ。事件起きてない、大丈夫？ガタガタ言ったんでしょ？はぁ、いかちいやついる。プロデューサーか、これが。びっくりした。誰？え、あ、私たち、ニボサブさんの弁護士ですけど。そう。あなたは。姫神、プロデューサーの、すらりとした、綺麗な人だな。オーラがありすぎる。オーラがありすぎるわ、ちょっと。さすがに。曇りガラスで外は見えない。10月も半ばを過ぎて日差しもすっかり和らいできた。微笑ましいな。そんな微笑ましい意見聞けると思ってなかったわ。トーサマンで使うセットのデザインを決めていたようだ。セットを組む予算なんかもメモされている。まあ、大事だな。なんでこんなにお金がかかるんだ。あれ？怪しいね。ここで会議をしていたらしい。机の上には資料にお茶、紙コップなどが並んでいる。確かに。ん？虚勢か。昔の映画のポスターだな。ブシブシかな？ブシブシじゃねえ、これ多分。ブシブシでしょう。主演、胃袋たけし。ブシブシってやっぱブシブシって読むのかな？そうだね。ああ、それ。自慢の喉で大スターにのし上がる武士の話だよ。胃袋さん、歌もうまかったからね。スターにのし上がる話なのに、なんで時代が室町なんだよ。武者震いの夏、主演胃袋たけし。これまた随分古いポスターだな。ああ、これ、懐かしいな。誰にでもあるひと夏のロマンスがテーマなんだよね。テーマはともかく、それがなんで侍に馬なんだよ。ん？よくない別に。古びたポスターだ。ダイナマイト侍、主演胃袋たけしか。被害者の胃袋さん、昔はすごかったんだな。うん、まあまあ確かに。特に手がかりになるものは入っていないな。紙コップとか丸めた資料なんかが捨ててあるだけだ。資料見ようぜ、一応資料。怪しいでしょう。話しましょう、じゃあ。事件当日のことなんですけど。姫神さん？台本。あ、はい。台本探してるの。台本ですか？殿様の第13話。今読みたいの。事件があった日のごとき聞きたいんですけど。私は台本を読みたいの。空気悪っ。ダメだこりゃ。殿様について話が聞きたいんですけど。姫神さん？テレビ、やってるわ、毎週。言うべきことは全部そこで言ってるから。なるほどくん、テレビ見ろ、見てろって。僕に怒るなよ。監督、なんだっけ？なんだっけ、こいつ。監督ってやめろ、監督って。うざいかな？うざいだっけ？彼はどういう？言わなかったかしら。私、今、台本を探してるの。他のことは興味がないわ。なるほどく。撮影所ってこんな変なのしかいないの？確かに。なるほどく、もう行こう。他のところ調べようよ。そうだな。ちょっと。なんですか？
無罪にあったらこれ渡しておいて。なんで私たちがそんなこと。オーラに負けるでしょ絶対。やだこの人。泣くなよ。わかりました、見かけたら渡しておきます。台本持ってきてちょうだい。じゃあ移動しようか。見かけたらっていうか、あいつあそこにいんじゃないの、楽屋に。まだ移動する。これでスタッフエリアか。スタッフエリア行って、これで楽屋か。お、おい、てめえ、おい。突きつけよう。ああ、そうだ。プロデューサーから預かったんですけど。え、13番の台本持ってこい？そういえばどこへやったかな。どこかで忘れてきたみたいだよ。どうしよう、また怒鳴られる。なるほど。監督さんが行きそうなところ探した方が早いよ。そうみたいだね。監督さんが行きそうなところ。え、監督さんが行きそうなところってどこ。ああ、あそこだ。絶対第一スタジオだ。第一スタジオの、てか第一スタジオ。また来ちゃったね、殺人現場。あるじゃん台本あそこ。調べることを済ませたらすぐ他のところ行こうね。これじゃないのこれ。あ、これ監督さんが座るやつだよね。一度座ってみ。見た。監督が座る。まゆちゃん、ちょっとその椅子のあたり調べてみてよ。いや、調べてみてよも何も、座る前に触るだろあの大きさ。さっき監督が言ってたろ。どこかに台本を置き忘れてきたって。あったよ、なるほどくん、台本。やっぱりね。台本をポケットに突っ込んだ。あ、これでじゃああれか。いやいや、ごめん。あれ、これであれか。これで、コテージに行けば、コテージで、あ、違う。これ突きつければいいのかな。いやー、違う、間違えた。それ移動するだ、もう。おい、見つけたぜ。持ってきましたよ。はい、台本です。そう、おしまいですか。それで静かに。今台本を読んでるから。ちょっといい加減にしてください。何様のつもりですか。私たちは煮干しの弁護士。あ、はい。疑ってるの私を。あ、いえ、そのそういうわけじゃ。事件のあった日のことだったかしら。あ、はい、聞かせてください。正午からここで会議があったのは知ってるわね。はい、監督とかテレビ局の人たちと一緒に。そう。じゃあよく聞きなさい。あの日の午後、このコテージにいた人間は誰も第一スタジオに行くことは不可能だったの。なぜですか。道が塞がってたから。道が、ああ、あれね、木が倒れたからね。いや、ここで、え、何、ここで渡すのこれ。おかしくないこれ。あ、ここでこれ出てくんの。え？え、これですか。え、これですか。え、なんか木が倒れてるってことがわかるやつないの。不可能だった。これ。いや、どれ。どれよ、じゃあ。これ？興味ないんかい。どれ？いや、これじゃないよなって、行くのが不可能だったって言われて。どれ？これ？全部ダメじゃん、じゃあ。
あ、てか話終わったのか。終わったってことね。おいおい。やめて。ねえ、なるほど、やめて。繋がってると思ったじゃん、今話が。事件当日、道が塞がっていたんですか。ここへ来る途中、サルマゲドンを見たでしょ。サルマゲドン。あ、サルとマゲね。サルとマゲと西郷丼ね。なるほど。あれですか、すごいネーミングだな。うまいじゃん、でもサルマゲドン。あ、この角度面白い。え、この角度いいな。あの首、事件があった日に風で壊れてね。首をどかす作業が始まったのが3時過ぎ。道を通れるようになったのが4時過ぎだったの。いい。胃袋が死んだのは2時半。でもここにいた人間は午後4時過ぎまでこのコテージに閉じ込められていたの。第一スタジオなんか行けたはずがないわ。何ですって。これは本当。3時過ぎにクレーンを使って首をどけてもらったの。外の会社の人に頼んでね。作業した人たちは覚えてるはず。でも首が壊れたのが2時半より後だったら第一スタジオ行くことはできたはずです。2時半。胃袋が死んだ時間ね。いいわ、来なさい。あ、姫神さん結構いい人っぽいな。結構教えてくれんじゃん。あのサルマゲドン、元気な時は時間をアナウンスするの。4時でござるとか。猿だからな。あの首を調べてみなさい。首が壊れた時間で時計が止まっているわ。風で壊れたんじゃなかったっけ。でもはっ、なるほど君、時計2時15分で止まってるよ。2時15分。そう。この道は2時15分から4時過ぎまで塞がっていたの。だから私たちは無実。胃袋さんが第一スタジオで死んだのは2時半か。じゃあそういうことだから。どうなってるの。ニボチャブさん以外胃袋さんを殺せた人いないじゃない。もうダメだ。参ったな。一度事務所へ戻って考えてみるか。行きましょう。じゃあ戻りましょう。とりあえず何の手がかりもなくなっちゃったな。監督たちのアリバイはバッチリで他の手がかりもない。でもさ、おばちゃんいたの、コテージに。おばちゃんコテージにいたって証拠なくない。で、おばちゃん、まあスタッフはいるか。スタッフはコテージいるか。別にコテージに行く、いる必要ない人多くない。だって別にまだん？諦めるのは早いわ。え？まだ手がかりは残ってるでしょ。あ、来た。千尋さん。また憑依させたのか、お前。便利だな、その機能。もっと早く出てきてくださいよ。ごめんなさい。ピンチになって迷いが本気にならないと出てこられないの。ということはピンチですか、今。ええ、かなり。あの手がかりって何ですか。もちろんあの少年よ。そうだよな。俺、全部見てたんだ。ええでもな、お前らなんかに教えてやるもんか。あの子を協力してくれそうもありませんよ。何とか方法を見つけるしかないわね。とにかくもう一度撮影所に行きましょう。もうあの子が最後の手がかりなんだから。あの子がね。あ、あの、これからどうすれば。あ、ごめんなさい。何か気づいたこととかありませんか。そうね、何かを推理するにはまだ。ああ、そうか。OKOKOK。 行きましょうか、じゃあ。あ、はあ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 、
今度会ったら必ずどうやら捕まえられなかったらしいな。こっちは人質取ったからね。人質ってなんだ。あの子どうなりました。今度見かけたらひねり潰す。お前まだその状態なんだ。結構長く持つな。まあワイルドなマダムね。突っ込めよ、みんな突っ込んでくれよ。誰その子って。さっき監督たちに会ったんですけど、心臓が痛い。や大丈夫かな。死ぬ前に一度胃袋ちゃんにお参りを。そういえば殺人現場にお参りしたいとか言ってたな。あの人質って何ですか。あの子を逃げている時に落としていきやがったから、きっとこいつを取り戻しに来るはずよ。聞き取りにくい。奈良君、その人質九太君から話を聞くのに役に立つかもしれないわ。なるほど。おばちゃん、そのダメだよ。おばちゃん、あの子を捕まえてやるんだから。ナロド君、何か取引できる材料はない。取引ね、何かあるかな。いや、まあ、なくはねえけど、こう鍵があるからさ、まあ、なくはねえけど。落ちてました、ありがとうにかけてみるか。おばちゃん、これ借りてます。あとで返してくんだよ。疲れ切ってるからちょっと態度が弱くなってる。ダメこれ。なんかこれ睡眠薬。睡眠薬渡したくないな。絶対証拠じゃんこんなの。ポスターとか、まさか。ちょっと、一回見てくるか、いろいろ。ちょっと待ってよ。ナロイ君、今の子。あれが大滝九太です。楽屋に逃げ込んだみたいね。これ話していいかな。確かここに逃げ込んだはずだけど。いた。まずい、逃げられる。お待ちなさい。よかった、戻ってきたわ。嘘だろ。ねえ、私たちに協力してもらえないかな。ねえ。俺、キュータ。あら、綾里と千尋よ。よろしくね。よろしく。ませたガキだな、てめえ。僕はなるほど、龍一だよ。聞いてねえよ。じゃあ、なるほど君、あとはお願いします。しんないな。父様かっこいいよな。僕も好きだな、父様。あんたに父様何がわかるって言うんだよ。んだ、その言い方。なるほど君、少年を相手にどうなっちゃダメよ。そうだよ、少年相手に怒鳴るなよ。なあ、君は事件について何を知っているんだ。お兄さんに教えてくれよ。何にも知らねえや。ダメだ、何か餌が。やっぱそうだよな。ちょっと待ってくれよ。おばちゃん、ポスターで釣れないかな。絶対薬の瓶渡せないもんな。ポスターもらえない？ちょっと、おばちゃんにあげるからさ。ポスターもらっていい？これ、まゆうさんに変わっただけか。ちょっとおばちゃん好きだからさ、おばちゃんこれで釣れねえかな。
前が好きなやつ。もう薬やりたくないな。なんだろうな。どうしよう。おばちゃんなんかいる？おばちゃん。おばあちゃん俺持ってるかな。全部やるの嫌だな。誰が見たって煮干しだよ。どれ？これ？あ、進んだか。答えるけどないみたいな。嘘。おばあちゃん、交換できるやつないよ。おばあちゃん、おばあちゃんないよ。おばあちゃん、おばあちゃん、あ、それ第一スタジオに入る、カードキーです。おばあちゃん、胃袋ちゃんにお参りを。あ、そういうことね。ごめん、気づかなかった。おばあちゃん、お参りしたいんだよね。ファンだったから。おばちゃん、カード持ってないんですか？あの辺は担当じゃないから。はあ、カード貸しとくれよ。あのスタジオ入れなくても、でもあのスタジオ別に良くないもん。良くない？はい。なるほど、くん。貸してあげたら。そうですね。はい。じゃあ、これ。カードキーおばちゃんに貸した。あんた。おばちゃん、人に借りは作らないたちでね。これ、持っておき。何ですかこれ、殿様のカードですか？あの子が落としていったんだよ。あいつにとっちゃ大事なものなんじゃないかね。ありがとうございます。もらっておきます。さっき言ってた人質って、これのことか。殿様、トレーディングカードも出てんのか。じゃ、おばちゃん行くから。おばちゃん、スタジオの方へ、よろよろと走っていったぞ。で、これ、最後、じゃあ、あいつの前行って終わろうか。時間もいい感じだし。おいおい、ガキがよ。って見せたいとこだけど、まあ、じゃあ、こう一旦切るわ。ちょ、切りいいしね。切りいいかな。まあ、時間的に切りがいいから、ここで終わるわ。じゃあ、あだした。